どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね ANA の VISA MASTER こちらのクレジットカードの年会費の割引方法についてね、解説やっていきたいなと思います。で、今回なんですけども、実際ね登録まではねやっていきたいなと思うんですけども、 ANA VISA MASTER のねクレジットカードは三井住友カードが発行しているクレジットカードなんですよね。で、この三井住友カードのね ANA VISA MASTER のカードは年会費のね割引受けることができるんですけども、実際ね利用しないとねこちら適用にならないっていう感じになりますので、今回の動画はですね一応登録までやりたいっていうふうに思いますので、準備編ということで今回の動画ねやっていきたいと思います。ということで、先日ねこちらの JCB のね年会費割引のね動画について解説ね出させていただきましたけども、こちらのね ANA VISA、私持ってるの ANA VISA 一般カードなんですけども、こちらでもね解説お願いしますということで、ANA JCB の方はスマリブに登録していただいて、その際にね残高標準スライドコースにね登録していただいて、でおきどきポイントでね付与対象のね決済で1万円以下でね、利用していただければですね、こちら手数料も払わず年会費の割引はね受けることができるということで、かなり簡単なんですよね。まだね見られてない方はですね是非ねチェックしていただければなと思うんですけども、今回ですねこちらの ANA VISA のね、三井住友カードが、ね、発行しているこちらですね、クレジットカードでね、やっていきたいなというふうに思うわけなんですけども、 ANA VISA MASTER のですね、三井住友カードがね発行しているクレジットカードはですね年会費の割引はね受けられるんですけども、ちょっと前まではですねこちらマイベースリボっていうね三井住友カードのリボサービスがあるんですけども、こちらね登録するだけで利用しなくてもね年会費の割引ね受けることができてたんですけども、1年前ぐらいからですかねこちら解約になって、マイペースリボのね登録とプラスして手数料のある支払いを年に1回だけでねいいんですけどもする必要があるんですよね。ですのでJCB のねスマリボの割引はね非常に簡単だったんですけども、一方ね三井住友カードのこのマイペースリボをね併用して年会費の割引受けることができるんですけども、ちょっとね手間がかかるっていった形になってるんですよね。でまたですね三井住友カードの年会費のね割引率なんですけども、これもねちょっとね分かりづらくなっておりまして、こちらねカードによって変わるっていった形になってるんですよね。で私の方でねちょっとまとめさせていただいたんですけども、 ANA 一般カード VISA MASTER ですね、 ANA VISA Suica ニモカ東急クラブ級で ANA ワイドゴールドの VISA MASTER、 またね ANA 一般カードのスーパーフライヤーズの VISA MASTER、 またね ANAゴールドスーパーフライヤーズカードの VISA MASTER ということで、多分一番漏れたれてるのは多分 ANA ゴールドのスーパーフライヤーズもしくは ANA ワイドゴールドのね VISA MASTER 保有されてる方はね、一番多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、私もね以前この ANA ワイドゴールドの VISA MASTER を持ってて SFC 修行してANA ゴールドのスーパーフライヤーズにしたっていった形になるんですけども、このねこちら ANA のね一般カード、こちら VISA カードなんですけども、こちらね初年度年会費無料で2年目以降が2200円のね年会費がかかるクレジットカードなんですよね。でこちらね ANA 東急クラブ級クレジットカードですね、こちらも初年度年会費無料で2年目以降ね年会費2200円がねかかるクレジットカードなんですけども、こちらねどっちも一般カードなんですけども、このねマイペースリボを利用していただいて年会費の割引優遇を受けるとですね、なぜかこの ANA 一般カードは年会費が税込み1127円なんですよね。もちろん更新特典として1000マイルがねもらえるわけなんですけども、1000円超えるんですよねマイペースリボ利用したとしても。一方ねこの ANA 東急クラブ級クレジットカードですね、こちら、パスモとのね提携カードっていう風になるわけなんですけども、こっちはね、マイペースリボをね利用していただくと826円のね年会費で維持することができるんですよね。ですのでこちら更新特典でこちらも1000マイルもらえますんで826円を支払って1000マイルもらうみたいなね、そういったこともですねできるわけなんですけども、こんな感じでね一般カードでも年会費が違いますし、ワイドゴールドカードとスーパーフライヤーズ一般またゴールドでもね年会費が変わるっていった形になりますんで、非常にね分かりづらいですよね。でこれもね公式サイトにですね、微妙に載ってる部分もありますし、まあ、載ってない部分もあるっていった形になりまして、これもね分かりづらい点なんですけども、まあねこういった形になってるんですよね。でこの表ね見ていただきたいんですけども、ウェブ明細のね割引をね入れさせていただいてるんですけども、これねウェブ明細も割引の対象になってですね、これ入れるとね550円で割引になるんですけども、こちらですね、ゴールドカード、一般カードの方はですね、VPass リボを利用していただくと、この Web 明細のね、割引はね、適用にならないというか、込みみたいな感じになって、同じなんですよね。なんですけども、ゴールドカード、スーパーフライヤーズの一般、それとゴールドですね。こちらはですね、VPass リボプラスして、Web 明細ね、利用していただくと、さらにね、割引金額が増えるっていう形になるんですよね。で、この Web 明細の割引はですね、プラチナカードにね、入るクレジットカードも対象だったりね対象じゃなかったりしますんで、ちょっとこれもねカードによって変わるっていった形になりますんで、このねウェブ明細の割引についてね詳しく見たい方はですね公式サイトね概要欄に載せておきますので、そちらからねチェックしていただければなと思います。それではまずですねウェブ明細の方から解説させていただきたいなと思うんですけども、ウェブ明細はね本当に公式サイトから飛んで登録するだけっていう風になりますんで、まあここはねそんなに難しくないと思いますんで、概要欄にねウェブ明細の公式サイト載せておきますんで、登録されたい方はですねそちらから、ね、登録していただければなと思います。 VPass ログインしていただくだけでねこちらできるっていう風になりますんで、実際の画面とかねなくていいのかなと思いますので、こちらね是非やっといてください。で VPass リボですね、こちらね解説していきたいと思います。それはですね、実際にね、やっていきたいなと思うんですけども、ここにね、画面出しておきます。で、VPass ね、ログインしていただいて、年会費ね、割引を受けたいカードにですね、まずね、決めていただきます。今回私はですね、ちょっと ANA のね、カードでやろうかなと思ったんですけども、もうね、ANA のカードね、全部、MyPass リボにね、登録してしまっておりますので、登録してないね、ナンバーレスでね、いきたいと思います。で、右下のね、メニューを押していただくと、リボ分割キャッシングっていうのがあると思います。でこちらを押していただきます。そうするとですねリボ払いっていうのがあると思いますので、こちらをクリックしていただくと三井住友カードはねウェブ版の方に移行しますので、こちらで、リボ払いですね。で下の方にね行くと、マイペースリボはこちらっていうのがあると思いますので、こちらを登録していきます。でマイペースリボのね紹介がババッとされてるんですけども、ひとまずね今回登録していっちゃいましょう。でマイペースリボを申し込みへということで、行くとはい、マイペースリボ切り替え申し込みっていうね画面が出てきますので、規約等々がね出てきます。でこちらね、同意するを押していただいて、そうするとねマイペースリボ切り替え申し込みっていう風になりますんで、元金定額コース5000円っていう風にね表示されてると思うんですけども、こちらでねリボ払いになるっていった形になります。三井住友カードの場合ですね、こちら今これ元金5000円ということで5000円超えるとですねリボ払いになっていくわけなんですけども、こちらでね設定をねしていきますけども、実際ね手数料払うのはですね本当に1円から10円とか20円とかそういうレベルで割引が受けられるっていう風になりますんで、めちゃくちゃ手数料を支払って割引を受けるっていうわけではございませんので、この点はねご安心ください。ではね申し込みを押します。はい、マイペースリボ申し込み完了ということで、元金定額コース5000円でね、申し込みました。これでね、申し込み自体はね、OK っていった形になります。こんな感じでね、登録自体はね、やっといていただければなと思うんですけども、私はね、5000円で設定しましたけども、設定金額っていうのはね、ご自身で決めていただいて、OK です。1万円でもね、5000円でもいいんですけども、決めた金額の、それ以上利用した分が、リボ払いになっていくっていう風になりますんで、これでね、利用していくっていった形になるわけなんですけども、で、ここからがね、覚えておいていただきたいんですけども、この、三井住友カードの年会費割引っていうのは、今、スマリボじゃなくて、マイペースリボね、登録しましたよね。で、登録しただけじゃダメなんですよ。私はナンバーレスで登録したんで、ナンバーレスで年会費無料なんで、意味ないんですけども、これが ANA 一般カードであったり、東急クラブ級カードであったりですね、こういったカードでリボ払い設定しますよね。プラスして、手数料のある支払いを1回でもすると、割引が受けられるっていう風になりますんで、これからね、利用しなきゃいけないんですよね。はい、ですのでこの設定しただけではね割引は受けることができないっていう風になりますんで、ここがね JCB のねスマリボと三井住友カードのね割引のねちょっと違う点っていう風になりますんで、これからね実際に利用して、それを繰り上げ返済するわけなんですけども、それをしないとですねこの割引もね受けることができないですし、またね手数料をね繰り上げ返済しないとすごい食らってしまいますので、この動画ね見られてやりたいなって思われる方ねいらっしゃると思うんですけども、ここはですねあと1ヶ月ぐらいしたらですね、私これからリボ払い設定したカードで来月、遅くても再来月ぐらいまでに利用しておいて、でそれの臨時増額っていうその繰り上げ返済のやり方もね動画出したいなっていうふうに思っておりますんで、まだねこの動画見られてもリボのね設定だけしといていただいて、実際に使うのはねもうちょっと後にしていただいて、繰り上げ返済もねやり方が分かった状態で皆さんがねやっていただきたいなっていうふうに思いますので、こんな感じでね利用していただければなと思います。このね三井住友カードのね年会費割引はね本当に一昔前まではですねこのリボ払い設定していただいて、で設定金額がね自分で決められて100万とかにしといていただくと絶対100万とか月で超えないじゃないですか。ですんで登録だけで OK であればねそれだけ登録すれば年会費割引がね受け入れたりとかね、そういったね素晴らしい時代もねあったんですけども、今はね手数料のね支払いがないとねそういうのが受けられないっていう風に変わってしまいましたので、もうちょっと後にね実際の繰り上げ返済のね動画も出しますので、そちら参考にしていただいてですね年会費割引ね受けていただければなと思います。ということで今回ですね三井住友カードの年会費割引方法についてですね準備編ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、こちらねもう一回見ていただきたいんですけども、スーパーフライヤーズカードの一般カードとスーパーフライヤーズカードのゴールドカード、こちら実はっていうわけじゃないんですけども、マイペースリボの割引とウェブ明細の割引ねこちら入れていただくと実はね1300円ぐらいしかね年会費変わんないんですよ。これ結構びっくりですよね。一般カードね保有されている方はゴールドカードねこれ見てね利用されたいって方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、こちらもね是非ねチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとね1ヶ月ぐらいねかかるかなと思うんですけども、またねこちら実践編ということで動画ね出したいと思っておりますので、そちらもね是非チェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。